今度コマストリアスの本とかそうやもんね。そうだね。なんか奇人画とかが書いてある、ね。うん。いいの全然書かない。そうだね。うん。というわけで、テキストを、お前が2週間かけて翻訳したテキストを、一人だけど、じゃあ、これ、ビンゴ。あ、でも、じゃあ、2番目でビンゴした人ね。2番目の、あ、でも2番目、2出たらどうしよう。じゃあ1番目で、セットであげる。ね、そうでしたら。1番目の人は、で、まあ、もし、もらった人が1レアル持ってたら、もし聞きたい人いたら、やりたい聞いてください。お知らせします。違法行為ですけど、構いません。いいものを発掘するだけで。俺も欲しいな。あ、本当？あステレオミックスのところとモノラルミックスを混ぜてまあ、さらに飽きないような作りにブーブーミックスしたんですよ。それは3日かかってる。自分の自信さにぜひぜひ聞いてください。Thank you.
しいと思ってくれてる人。あんま？いや、あげるから。あ、最初。はい。はい。じゃあ、もう一つこの辺の答え。早かったと思う。ちょっと、これじゃない？33番。もう一個。あ、そう。どうした？25。だいぶ、だいぶあんない。まだまだ。あと何個あるの？結構あるのじゃない？気になる。あ、そうそう。あ、選挙がありますよね。選挙が。それで、今日は厳しくない話題な、あの、語ってない。で、近所を、散歩してたんですよ。そしたら、まあ、パーマ屋があって壁に、公明党の、ね、ポスター貼ったんで、そのポスターの上にさらに白い紙でそのパーマ屋の家の人が勝手に貼らないでくださいって書いてで、ワイやったらあれワイ、まあ、家やったら勝手に貼ったらいかんだけでかなあかんよもうちょっと甘いなんで、でまあ、ちょっとくすっと笑えるけど、まあ、あの子に関してもどうかなと思うけど、な人の家に勝手に立ったらいかんだけど書いてほしいちょっといい話でしたあともう一回、民主党のね、近所 の選挙区の人、まあ、ポスター貼ってありますよね。でその人がポスターの写真がもうびっちり七三なんですよ。昔のナショナルボーイ、わかる？わかるんですかね、と思うんですけど。これでうちの、まあ、奥さんはね、カツラやるんですよ。いや、あの人カツラやる。まあ、民主党をしてるんだけど、民主党、いや、あの人カツラやから、どうしようかなって言ってたね。でも、なんでこうしようかなのは、その、何？人の前に立つ人間なのに自分を偽っとるの。は全く悲しいと思うんですで、まあ、そんなこんな話して近所に買い物行ったらライフの前で凱旋やってその人来たんよ来てもうタッタッタッタ端に回ってよろしくよろしく言ってで来て目の前で見たバーワンのとこにも走ってきてカツラじゃなかったんですよでもう晴れてね、その高いの晴れて言うという話でした。オリオン聞いてください。イエーイ。あ、ワン。2 1 2 3 4 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 2 1
名曲やね。あ、長田圭高部。これはあの詩人の調節だった初ステージを思い出すわ。あ、うま日比谷の夜音でなんか雨が降ってオリオンやってすごい気持ちよかったのを今思い出しました。タキちゃん、もうアマチュアの時にもこれできた。アレンジは違うね。89年とかそんな10年以上前にできてる。恐ろしい。ロマンチストやね、意外と。いや、ロマンチストやね。うちに行くんや。ワイな、男、まあ、ワイ男だったかもしれないけど、星の名前を一番最初覚えたらオリオンなんや。俺、あれオリオンやなとかって、多分タキちゃんが一緒に遊んどる時に言ったと思う。だからワイすげえ、そういうロマンチックなとこかっこええなと思って、なんか負けやるもう負けちゃんやるいいなぁ思ってたいいなだけど恥ずいんでいいっすね思った時あるんですおうレッツビンゴ、おばさんはビンゴを口に聞いてくださいよろしくお願いします私おばさん、はい、あ、こういう歌奥様よろしくお願いしますはいおばさんナンバーこれ9か6かどっちあれ矢印してないですかあ、上に矢印とあったら6番ありがとうどうもありがとうよもう4つぐらい揃ってる3つはあるちょうどいいね、いいペースじゃね終わるのにせーなI'm not afraid to die.
Thank you.
내 눈밖에 담을 바라
じゃあ、当たり出るまでしばらくビンゴをやっておけよう。お尻冷たくなったらいかがか、ちょっと気をつけてください。あの、本当ありがとうございました。後半まで1時から始まるので、それまでちょっと当たるまで行ってみようか。じゃあ、ファイナルファンタジーをのテクスチャーを作ってる藤井くんと言います。ファイナルファンタジーを作ってる、聞いてくれる？44番
8番。狙ったよみたいな。
どうも。あ、これはいいやろか。おめでとうございます。ごめん、ごめん。ありがとうございます。見てください。ありがとうございます。ほんまだ。おー、ありがとう。ありがとうございます。60年代の人だった。あ、もうおったんだ。
すごい良いと思うんだよ。あれなんか、なんか、どっちかって言ったら、なんか、ワクワクして時間帯が寂しい、なんか、寂しいのか楽しいのか分かんない。対象が、トラックの運転手が分かる。そうそうそう。キノレンジャー、キノレンジャー。共産そうそうそう。提供。それで、なんか、電話インタビューするんだけど、登録してるトランプが、トラックの運転手。あ、聞いたことあるよ。なんよう聞いたわ。リクエストありますか？ヤシガキだったら何でもいいんだけど、はいはい、それ毎日放送じゃん。そうそうそう、だってヤンタンの後やったもん。ヤンタン、ヤンタン、懐かしい。こちらヤンタン毎日放送です。ヤンタンやったのかな。え、ヤンタン知らんの。いや、違います。あの、皆さん、ヤンタンはヤングタウンのヤングタウン。ツルベとか、あとあれじゃん、アリスのアリス、金平さんの。金平さん、やりません。何かな。え、そこで見てる。中じゃなくて、そこで見てる。中じゃなくて、そこで見てる。え、そこでもね、まだ入れるよ。入れるで。代わり、さっきに比べて余裕が。うん、こっちまだ、こっちまだ入れるね。おっ、来られる。あ、ちょっとゆっくりやりたい。
目は、2回目はオーペンの曲を。2回目はビンゴはないんですか？ないんです。中心にお送りします。あ、歌詞カードの今日配ったやつはかなり、ま、あの間違いがあるんですよ。だから歌詞の歌詞カードの方が間違えてますから。コードもたまに間違えてる。コードもたまに間違えて、我が一人家で3日ぐらいでバーとコピーしたんだって。辻はね、分数コード間違えてる。あ、ほんま？逆に書いてる。え、あ、分母と分子よ。あ、そうだったっけ。たけちゃんも気付いてると思うんだけど、右が分母じゃない。これは B フラット分の A フラット。辻は A フラット分の B フラット書いてるね、いつも。あれがあるわ、この右側やで。右側は本やろ、うん、ベースの方やろ、うん、あ、間違いないか。間違い、分かってるけど間違いない。分かってるけど間違いない。そう、バンドして俺とかけちゃんはやってるからね。知らずに間違えてるぐらい。いや、言うか、だってオープネ、まあ、オープネはそんなたくさん出せない。知りのうち5枚あって、まあ、50曲ぐらいあるじゃん。3日でやったんよ。でも YS は今度徹夜してメールで送ってくれる。訂正したやつ送るわ。マジ、ほんま？ありがとう、チェックして。オッケー、お願いします。ね、フォトグラフ。じゃあ俺、山明子のつもりで行こうかな。強敵がかなり難しい。辻が家に来るとすっごいうるさいね。あの声でかい。俺もでかい、ね、2倍うるさいよ。で、Y3 へ話題、話で話題があって盛り上がったらさらに声でかくなるわ。でも奥さんにうるさいって言われてものすごく傷つくが。俺もそんな声ある。いや、声なでかいの、なかなか直せない。直れへんな。耳ちょっとほら、ドラムいう楽器はワインはこんなちょっと軽く叩けるようになったけど、若い時はもうタンすごい嬉しがって、ギターでも何でもしたけど出た時弾くじゃん。まあミュージシャンみんな難聴やからな。だよ。でドラムは生でアンプじゃないから、うん、もう叩いただけ、うん、でだけどこう若い時はこんなんいつもずっと切るとたら絶対難聴になる。で忘れやりすぎて、で、普段の声でかくなってきて。俺なんか大谷レイブンっていうギターのやつとやってるから難聴になった。あいつのギターうるさいっつって。で、みんなどんどんでかくなる。まあそんなことも含め。俺が矢野明子なんだけどな。バッテーマー矢野さん。ワン、ツー、ワン、ツー、シー、この春が違う。俺が間違えた。いや、もう、まあ、知らん顔していくのもあるだけど、でも俺もなんかちょっと開いたと思ったけど、3倍は行き過ぎたかなみたいな。ほんま。でも大丈夫。バラってる。ワン、ツー、ワン、ツー。この愛の
矢野さんバージョンやってた。でもね、俺ね、スーパーフォークだったやん、あんこさんの、うん、あれね、すっごい愛情版で、うん、全部原曲聴いてみたいの、うん、だからあっこさんの方がいいねんね。そうやな、そのものからのサムデとか、原曲こんなやったみたいな矢の節になるんだ。そう、でもあっこさんのやったカバーでいいのはこのフォトグラフと民生君のさすらいだけやと皆さん思いませんか。思うやろ、ほんまや、原曲の方がいいのは、うん、どっちも良さが、まあ、わい最初、フォトグラフは、自分のバージョンが好きやから、あの、趣旨が違うから、わいすごい元気が出る曲にしたがって、矢野さんが歌うのはすごい優しさを表現する。でも、あの、爆音である日聞いたら、ここで、あの、家でじゃなくて、あの、ピアノで弾いたり、いわゆるバゴンで弾いたらすごい気持ちよかった。だから、どうでやっと分かったの、あと、オーペン時代にさ、気持ちいい、俺ピアノ弾いたやつで、アッコさんとデュエットしてる曲があって、雨上がりーやつ、ひるさげです。でもまあ、そんな感じの曲。そんな感じの曲。ニューヨークに持って行ったやん、マルチテープ。山彦に、こんなピアノダメって言われたらどうしようかなと思って、めちゃくちゃドキドキ撮ったんよ、当時な。矢野さんはタバコ吸わないんですよ。で、ライブでも会場でタバコ禁止しない。でも、わいそれ知らんかって後になって分かって、そのニューヨーク行った時に、わいタバコ、今はもう吸わんけど、その時吸っとって。カラーのメンソールやな。タバコ吸っていいですか言ったら、いいのよ、だってあなたのスタジオでしょとか言って、あ、それはそうやなと思うんだけど、わいの仕切りのスタジオから。俺一回ロッピで。でも本当に嫌だったと思う。あの、言っといんで。アッコさんが、なんか、あの、六本木のピットインのグランドピアノがあるんですけど、結構ほら、俺タバコ吸いながら演奏したりするじゃん。わいわい今はねんけど、いや、まあ、いや、あら、ここのスタッフはグランドピアノの上で出番になりたいとか行くのかしらとか、あ、行くのかしら、怖えいや、あの人すごい、いや、話し方がいつも優しいやろ、うん、ねえ、優しいやん。また使ってもらいますよ。すごい、ちゃんと、そうなったら嬉しいけど。あの、どうかな。いや、尊敬しとる。本当すごい尊敬してますよ。あ、分かってますよね、皆さん、それは。いうか、でも、誰でも好きなミュージシャンのことを、それで、自分の家やったら、茶化すやろ。茶化す、茶化す。照れ隠しなんやね。辻がまた、アッコさんの曲とかカバーしたらいいと思う。あ、今度辻の歌一つだけとか聞きたいよ、俺。ああ、やりてぇな。どうですか、皆さん。一つだけ、すげぇ。あの頃好きやろ、あの頃の80年の YMO のそうや、ご飯ができたよ。ご飯ができたよ。そうや、うん、じゃあ次回はそれでやるんで、ぜひ見てください。おご飯ができたよ。いやいや、人さんよーしてあって
ことで。全然聞けんから。え、もう言うて、今。おばあさんは、一つだけ。おばあはご飯ができてるんです。私のこと忘れないでいてほしいんだろうな。ねえ、俺がいい。次の時あ、いい曲だな、あれは日本語の良かったフレンドよ。あ、そうだ な、あの一つだけを、あ、BBS にも書いてないけど、一つだけを聞いた時に、その女性の人が男性に求めるその、まあ、夢とか希望とかそういうのを分かった気がしたんや。あ、女性は男性にこういうものを求めるのになると。中華料理食いたいの？違うよ。中華。え？そうだよね。あの女の人がまあ好きな男の人の頑張る姿にいろいろ中華料理、まあ美味しいものを作ってあげたいとか、うん、そういう役割がしたいっていう歌やんか。あっこさんでもすごいよね。仕事やりながらミュージシャンやってたもんな。そうですね。坂本龍一とはどうなんですかね。じゃあ次の曲いきます。分からんの。分からんね。お前坂本さんにも少しだけ会ったことあるけど、ものすごく家におるときはそういうことを興味津々してるんだけど、やっぱ嫌やな。一緒に飲んだりしたら聞いてしまうやろうけど、そこまでチャンスなかった。俺は会ったことないけどな。なんか機会があったら誰か、誰か聞いてたけちゃん、たけちゃん一番、一番、あ、意外と合いそうやね、坂本龍一に。無邪気なふりしてつぼげなふりして。いやいやいや、坂本龍一はクリスマスクリ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 スマスって仕事系。ここにすげえ練習の方が終わるから、なんかちょっと微妙なの。今ちょっとムッとしてるよ。なんで。いや、だってあ、矢野くん仕事で会ったりする。あ、そうか。あ、彼は新潮社にいて違ったその編集をしているんですよ。新潮、新潮社。あの、村上龍さんとか。あー、村上龍さんね、家近所なんですよ。あの、多摩プラザで。ほんと近所の焼肉屋で一回おったことあるんですけどね。すげえ単純。あのね、なんかね、俺、龍さんすごい好きで、もう全部読んでるよ。で、なんか中学生ぐらいの息子に、お前肉ばっかり食わんとご飯を食えって言った言葉が優しいじゃん。耳に入ってきてすげえショックやったね。え、リュウさんってもっとジャッキーちゃうのみたいな。ご飯食えって言って至極家庭的な一面みたいな、うん、ちょっとね。まあ俺も人が見たらそう思うかもしれんけど、俺の家族と一緒だったけど、なんか村上龍がそんなこと言うのみたいな。でもそんなこと言うのってあるところホッとするやろ。ホッとしたね。そうだね。めちゃめちゃ太ってたよ。本当。限りなく透明に近い豚みたいな。あ、すいません。全部透明じゃん。うまいうまい。次。次の曲は手拍子かな。何の曲？海そば。あ、おあれ。海側そば飯シーサイドな。あ、シーサイド。あ、皆さんじゃあ手拍子、足拍子をよろしくお願いします。こうやつ、あの GS みたいな。でもその時やったらね、あ、ここら辺かなと思って。ただあ、ワン、ツー、ワン、ツー。Thank you.
Thank you.
最初は優しいやつから言ってくれよ。みんな真似するのは恥ずかしいじゃん。言えとる。何も考えてない。じゃあ、タッチ。今よかったら、本当家でやってるような気分になるから。
あのね、俺の家でリハやってたんですけどね、マイクなノーマイクで、ごめん、で、近所迷惑やるから辻はもうなんかひそひそひそとドラム叩いて、すいません、でね、まあ3度目の正直ってことね。あ、と、あの、いいか、ビーチボーイズの話じゃないけど、ビーチボーイズ行けない、ブートレグで、ビートルズも多分シリーズ出てる、うん、アンサーファストマスターってやつが出てて、うん、それはレコーディングのテイク1、テイク2、うん、いくつも撮って失敗したら またやり直すじゃん、それを全部入れた、うん、だんだん演奏が良くなる、うん、それはこう最初はまあやわしてみようっていうのから始まって、だんだん細かいとこができるんで、それを聴いたらすごいアレンジの勉強になるんですよ、うん、だからペットサウンドのやつでもあるアカペラのなんかやってるやつあるやん、ブライアンが1、2、3、4って言って、うんうんうん、あいつらほんまにマイクに向かってこうやってハマやってんねんなって、うん、みんなでな、うん、うん、で、なんかどこが気になるのか分かれへんぐらい完璧やねんけどなみたいな、でもだからそこまでに至るまでのアンサーファーストのシリーズでは、うん、あのコーラスが出来上がるまでの練習風景もある、うん、あ、そうなんや、だから、ね、すごい、じゃあそれビンゴに参加するから今度ちょうだいそれ、あ、それ、うん、あの時間かけてあの欲しい方いたらコピーします、欲しいよね、そんなミュージシャンだったらすごい欲しいと思うから、ね、うん、すごい勉強だった、うん、まあ、まあ、I'm not afraid to die.
ありがとうございます。もう一個の、ちょっと喋って。はい。あ、そう。あ、一個あって。うん、あ、また矢部さんの話で、矢部さんとビーチボールが一個もたことないよ。いいよ。うん。あの、まあ、怖いなと思う。出ちゃう。うん。ですよ。うん、厳しそうな人たちはあると思う。あ、ほんで、さっき言いかけたのが、言いかけて、ちょっと待ってたのが、そうだよ、一つだけの話になって、ご飯ができたよが一番好きなアルバムだと、ちょっとこう、やっぱ考えてしまうのが、ご飯ができたよの、まあ、これ、さっきの長話をついでに、あー、喋ろうかな、どうしようかな、でもちょっと喋りたくなったって話題なんですけど、ご飯ができたよの歌詞の中で、こう、あの、サビっていうか、楽しかったよ、今日も。楽しかったよ、ね。だね、終わり。寂しかったよ、楽しかったよ、今日。あ、楽しかったんだけども、まあ、ちょっと歌詞的に嬉しかったんだけども、あの曲結構ちょっと怖いな、怖いなっていうか、なんか子供の頃にこうなんか夕方晩飯の匂いすんねんけど、なんかちょっと弟と喧嘩して家出して2時間ぐらい、家に帰りたいけど帰られへんみたいな感じがあるような、あーボールが見えなくなったとかさ、いや楽しそうだけどちょっと感極まってる感じがあって、あれはちょっと怖いっていうか、まあ、昔このことに関して談義したことがあって、あの別のところで、あの覚えてないけど、こういい人にも悪い人にも夜が来るっていうところで、うんうん、あらね、あれが優しいなって言ったら、女の人がなんか、いや優しいと思わんって言って、すげえちょっと感極まった感じが、あ、いい人の上にも、うん、俺なんかあの優しいのも取れるけど非常にも取れるっていう、なんかそのノリの峠の我が家って曲あるよ、小さい家大きなアパート、それ最割と最近のアルバム、いやもう80、え、峠の我が家5年ぐらいで、あ、そう、うん、あれとか聞いたら、あっこさんうちの家の明かりも見てるんかなみたいな気分がある、ね、ちょっと怖いよね。俺ご飯ができたら好きやわ、さよならさよならってやつ、さよならさよなら、まあちょっと言い損ねたこと言ってみました、いやいや、いいこと言ったよ、たけちゃん、さすが誕生日もう過ぎた、あ、そう、わいでももう少し話していい、もう話しなさい、怖い、その先日のあのほら、あの、キチガイが小学校を漏れしたやつ、あれはもう、もう本当に 何年かぶりにテレビ見て泣いてしまった、うん、だってあれ見たやつは生きてても一生つきまとうよ、腹が立って、うん、まあ、あの、加害者の方が守られすぎてて、うん、今の日本の状況だから、うん、で、被害者はいつもかわいそうなの、加害者ばかり守られてた、でそれは、まあ、今までは割と他人事みたいに腹が立つぐらいで終わっとったんだけど、今度はもう小学校1年生とか2年生の子が、まあ、8人もいっぺんに殺されたのを想像したら、本当すげえ、もうどうやって守れるんだろうと思って、そういう、どうすればいいんだろうかと、いや、何ができるんだろうと思うな、いや、あいつはな、キチガイじゃないよな、絶対、まあ、それはキチガイ予想ってる、キチガイ予想ってるやろ、キチガイに対して失礼やと思うわ、あいつは、うん、精神障害やとか言って逃げてばっかりおって、なんか、ニュースとか見てもあんまズバリ言ってくれんで、すごい、もやもやした気持ちがあって、で、警察とか捕まえたのが、もう終わり、市場だったら、もしは警察署で連れていく立場だったら、もう本当横っ腹こうやって殴りながら車に乗せるんやけど、田中真子がまあちょっとはええこと言うたなと思うの、かぶすなとかって言ってたんや、あの顔見えんように、ま、シートして、それで殺されたお母さんとかは全然そういうプライバシーとか守られずに、それ、まあ、全くその通りだなと思って、マキコ、ええこと言うんだよ、
まあその増えるうまくうまくさ頑張ってるあいつ最近の僕なかったこの間マキコに思いっきり使ったあのハゲやろあのハゲですね死んでほしいよね言うたやいらんことあんな税金もらっているとならいらんこと聞かんでいい私は何番目ですかねみたいなことですよ使用人ですかねみたいな最低まあそんなね暗い話題もありますけど次は明るくね我が30とか越したからそういう敏感に思うんかなでも小学校に入って8人も子供すごい弱い立場の人が殺されるやつなかっただろう、うん、まあ沢田敏夫が30超えて敏感になってることもあるかもしれんけどうちの近所とか、うん、みんな鍵開いてたよ開いてたよなで、よその子供でも、なんか、よその母親なんか、自分の母親怖かったもんね。可愛がってくれつつ。いうか、ある家のおかんは怖いとか、そういう。そう。なんとかのおかん来たとか言って逃げたり。そういうのなくなると、なんか、日本に住んでて、どうかっていう感じあるよな。だって、吉村のおかんでさ、吉村のおかんがおるとかで、露骨には言わなかったけど、厳しいが。うん、吉村のおかんがおる。怒られんかな意外と自分の母親で厳しかったりするよそう割と何だろう介入してくれるというか相手にしてくれるというかだから小学校に守衛がいるような時代にはなってほしくないんだけどな俺としてはでもパリのあれ小学校とか見たらすごい高い塀で門が立ちて閉めないででもなんかわし娘おるけど、うん、あんな事件があったらああいう小学校じゃないともう守れんの、うんしたりとかしてたらあ、そうだ、ほんで、ちょっと考えたら、まあ、ね、とりあえず現実的に一番こうやっぱり、多分皆さん結構気になって腹立たしかったのは親父が顔見せるあの親父最低やなだから、一番現実的なのは思ったか容疑者の親父あれだってあいつ最低やなあいつやりかねんとか言って親言ってお前の育てたんやろだよ自分の子供なのにもう関係ないとか言ってるそうそうだから新しい法案で親は関係あるってお前の子供やろあの連帯の権利を作る、うん、で今起こっているさまざまなこの渦巻いてる悪さっていうのは無関心がから発生してるいやわいらジャーナリストやったらあれなんか窓の外から台所の向こうの方からなんか網戸の何外の方からこうやってあんな網戸破って顔出さして顔見させて喋らせてそれは現場の努力としてやっぱ法的に男級殺人からは親も連帯してきておい流すなだってな自分がそのジャーナリストの立場になってみ中途半端でねだってあの大それた事件を起こしたやつの親にインタビューしたのに国民は絶対顔見たいよだって殺されたおかんとかはほんまもうボロボロで親父もボロボロで泣いてでもう小学生近くにおって刺しとんの見た子供たちの好き好きとインタビューをこうやってやるくせにあんな親父なんかプライバシー守ってあの台所の外から網戸からこうやって顔出せそんなの引っ張り出して正義がねえからなすげえアンバランスやっぱその法律ができた方がいいかな親もはまあ、さておき次は明るい曲でやっとピーチーこれ話したさ、おいら明日7時ぐらいまで話してるでも、すげえ大事やと思うけど、うん、そうやなこれリープな雰囲気かなリープな雰囲気が流れておりますがでもこれ一緒じゃなくても絶対あのニュース見た時同じような気分になっただろ思うえ、なんだろう俺この間ちょっとね嬉しいニュースがあったよ、ね、あ、欲しい朝日新聞撮ってるんですけどその事件の横についに土の子発見って見た見たあれ、尻尾だけちょろちょろって思ったけどちょっと嬉しかったあれ、土の子じゃねえか蛇が中も見込んだからちょっと嬉しかったあれ危険やろな、そうか、でもだってここまで普通でちょっとネズミみたいな尻尾なんだけど土の子やとちょっと信じづらいようなあれ土の子じゃねえよまあ面白いジュースであったから
じゃあみんなで歌えればいいですね。おお、そうだ。あ、オーシャンゼリーで、オーシャンゼリーでを、いやで、あ、歌詞カードみんな持ってる。これ日本語のバージョンはダニエルギターで。あ、ダニエルギターも歌ってた。お人形さんみたいな女の人がいるな、子供の頃思ったもんですよ。若い時にすごいダサいなと思った曲がたくさんあるけど、大人に、まあ今の年になって、そのダサいなと思った曲がすごい、まあすごいこう救いになることがあるある。俺ね、最近ね、ゴールデンハーフデラックスっていう2枚組を買ってしまって、辻が言ってた、黄色サクランボさん、あのメロンの気持ちってやってんの。ああ、全然コラソンゼメロンメロンメロン、あ、コラソンメロンメロン、うふぅーって言うの、あはっとふぅーめちゃめちゃでかい、うれしいとか思う。俺は鶴光のラジオで、そうそうそう、あーいうベーで、そうで、エコエコ、あーそうそう、エコエコが最後かと思う。あれがすごい小学校の時、もう嬉しいで嬉しい、頼む。鶴光最近日々の方はゴールデンハーフ、ええな、欲しい、コピーした、コピーするよ、コピーしてグミと一緒に聞く。まずいんちゃうか。いや、ほんまウフワハはでかいよ、ゴールデンハーフ。あ、ほんま、もう、若い娘がウフワハ、そう、それかい。なんでこんなウフンでかいの。なるほどな。ええミックスだと思う。聞きたいところをすごい上手してある。あんな、みんなが歌ってもらう、みんなが、みんなに歌ってほしいところはオーシャンゼリゼと、まあ、辻元氏がエプリバディと言ったとこやね。あ、そうね。でもこの人はね、あの、3人で練習しててもエプリバディって言うんですよ。みんながいるとこを想像してずっと振り返ってたもんね。いや、あとで録音、うん、リハの時は録音して聞くんですよ。でそれで録音した時にたの、あの、楽しいか、うん、家ですごい楽しみ、うん、中途半端な気持ちでやったら後で聞いて、あーってなるじゃん。わかるわかる。あ、ワン、ツー、スリー。君を待ってる。エッピバリー、エッピバリー、オー
解散して、もうちょっと神経質になって、これがどうしようかなと思った時に、このレコードを聴いたら、あ、確実に楽しくなれる曲やなと思って、それで、でなんでこのコードシーンもこんな楽しくなるんかな、発明やな、ええよな。すごい幸せになるコードだ。オーシャンブリーゼ。お前家におるような気分になってしまう。次。インカマは、あ、そうそう。あ、彼ミシェルがタヌキの金玉のその曲に興味を持って、ある日電話がかかってきて。タンタンタンの日の金玉は風もないのにブラブラまではた、たぶんそれを見ていた親だったのなら風もないのにブラブラそれを見ていた親だったの日なぜ言う親だったの日親だったの日あ、あ、まあそうやねだって俺おまんこと平気やもん、うん、言われてもでも、おみこって言われてるあの、すごい岡山地方ではどういうんですかおめこおめこうれしいからおでも、おめこおめこは健全だなおめこおめこ普通に言うたんや、小学校の時も、うん、なあ、うん、で、なんかなんでこんな話してんの雑誌、フランス人のライターがフランスにはそのチンポとかマンコとかの種類の言葉がものすごくあるんやろミシェル、we're talking about the fucking thing What do you say the fucking? Fucking? Fucking We don't say We do We don't say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  In France, so many kind of でも、話しない話しやしますするするするあ、もう普通にする話しません話せない話しません、でもしますあ、話さずにすぐするあ、わいこの前、せえなんかときめいたのがいや、この前ミシェルと話しとってときめいたのがその、ある、まあ、友達の女の子が彼氏あ好きな男の子がおって言い出せんとか でミシェルは何で言わんの彼の方がその女の子の方が、うん、彼を好きやいうことを彼が一生知らんで終わるのは、まあ、人生もったいなくないかっていう話になってでじゃあフランスの、うん、女の子がみんな言うから何こうどういうふうに誘うか女の子の方が誘ってっていう話で飲みに行ってそれでその好きになったら女の子の他の男の子の方にキスしてくれるんやっていいなぁ羨ましいやろいいなぁ大体日本やからなんか男がさっき見してるのに、うん、あれお玉や口分かれるのえあそれで地方によって違うじゃないその後の後半のとこがそれでそのマップを作ったらいい話になって、いわゆるタヌキの金玉ソングマップ。こっからここまでは歌詞が。チンゲボーボーソングですね。え、何それ？チンゲ変なんで、チンゲの歌詞。チンゲボーボーソング。なんで？なんか金玉とかチンゲとかってなんかブッとか。あるよ。いや俺にしか OK。いやわかるけど、今日な一緒に娘の頃に、うん、よく入る。今日入ったら。
チンポが臭いとか言う今洗ったばっかりやで、嘘言うなって感じで俺その間近所のそういうこと言うのが楽しいんだ近所の娘の友達の男の子とかになんかチンゲボボとかって言ってうわーって笑ってたらその子のお母さんめちゃめちゃ怒られてなんてこと教えるんですかたぶん夫婦でも意見割れると思うよ。ザックバランにチンポマンコもう普通に言うポリシーの、まあ、お母さんなりお父さんなり、まあ、両方そうかもしれないし両方そうじゃないかもしれないし、その辺どういうバランスになってるかお前すごい興味があるな。でもなんか今の家電を持ってる子供を持ってる人チンゲボーボーとか言ったら嬉しくなるんよ。チンゲボーボー懐かしい感じさえあるよ。そうチンゲボーボー今何になんかそれリアルタイムにあるみたいな。チンポ入れないけどマジ楽しくないそういう曲ではないね次は。あでもいつもライブとかみんな来た時に演奏する人の方がそういう話題で盛り上がった時にやっぱり会場におる人は発言していいんかなとか発言したら目立つし恥ずかしいなって気持ちがあってじゃあちょっとインタビューしてみましょう。お前すごい聞いてみたいと、うん、チンポっていうよく日常茶飯事であんまり意識せずに多分チンポって言いたいところをチンコって言ってみたりとかそれはチンコがあるねジュテームのビアンってあるやん、うん、ビアン What do you mean? ビアンあビアンビアン、ね、ビアンビアンビアン What do you mean? Come now come. ビアン But the song is ビアン Come in my body、うん、Come in my body is not dirtyきてぇビアンそんななんか愛ではこの子のに自由なとこれええやろそういう青春時代をフランスで送りたかったよ思わん俺ら多分高校時代もなんかこうやってさ勉強部屋でなんかそう好きだよ一番じゃチンポとかこういうのが一番じゃなんか言いながらまあ汗臭いなとか思いながらなんか練習してるそんな人生やもんね。なんかそんなオープンじゃなかったっけ、なんかええなと思って。うわ。え？ムッツァはやることや。いや、話を。ムッツァだってうんちとかやな。言うたら、おめえオナニーするんか。それは聞け、あのそれわわとオープンやったけど、でも女の子の方が聞くじゃん。あ、そうやそうやな。わわそれに限らず何でも知りたかったんよ。するんか。いや、すごい素朴な疑問言うか。うんだって中学高校の頃はその女の人が女にをするんかどうかっていうのは我ながら謎だったでな、な、まあ、俺今でも謎やないやほんま、いや、お前見たことないね俺毎日するけど毎日はやらせるけどお話しそうじゃん、うん、朝起きたら寝る前にいうか、あの気がついてなそうそう、手が行くんよな、なんか、うんちにな、なんか。いや、行くんよ。もっとね、テレビ見ながらとか思っても、別に、オナニーする意識とかじゃなくて、こう、いじくそうそう。いじくるよ、こう。そうそう。持ってたら安心よ。そうそう。わかる。子供の頃、タオル持ってるのと同じで。そうそう気がつけば朝起きたら、なんかティッシュがかぶさってる時あるそれを娘に発見されたりして。そうそう最悪です。そういう経験はねえけど、まあ、娘、そうだな。グーちゃん、そう、気につけて。グミ。ビアン。で、次の時やるの？やるの？やらないの？個人的ななんか、この思い出にすごい入ってなんでこのポーズになるのこれ一応、二丁目のまま。やるな、知らん。ぜひ何？BB のキャラね。これいい曲ですよ。でも萩原健太さん嫌いなの分かるわ。嫌いが賛成できんのか、うん、お前はそいつ、まあ、参考にならんな。お前はそいつじゃないやろって気がする俺。お前ブライアンなんかみたいな、あの評論家みたいなやつってそいつ気取りで話するやん、うん、あれはちょっと間違ってるなと思って。
すごく正確な情報を与えて、うん、その責任があるんよ、与えてくれたら私すごく今日のかっていうのは、うん、尊敬できるけど、なんか調べたら調べるほど違うことが出てきて、それが腹が立つ。皆さん評論家とかね、ミュージシャンになれなかったらやつばっかりやからあんま憧れ。でも村上優さんとかいいね、中島らもさんとか、ものすごいミュージシャンコンプレックスあって、ああいう小説とか読ませてくれるから、ええ評論家も、おるよね、確かに。おるよね、あのすごい正確に、ああ、学者肌に伝えてくれる。フランク・ザッパ系が多いな、そういうものが、ね、あ、ほんま湯浅マラブさんとか、お、キャロ次の曲みんな寝てしまうからね、うん、でもそれで寝れたらすごい幸せだ。我らすごい座ってるから、あのすみません、もしスペース座ってください。寝てる人も座って聞いたらいいと思う、あのすごいマイペースでやらせてもらってるので、次の辻のボーカルを聞いたら、もう気づいたら多分明日の11時ぐらいに聞いてるいや、キャロラインの I'm not afraid to die.
していたりしたら言ってくださいよ。俺トイレ行っていい？あ、どうぞ。あ、トイレは絶対我慢、どうぞ。したらダメなんですよ。っていうのが尿管結石っていうのを僕は去年初めてなって、あ、尿管結石になったことある人いますか？いない。あなた、あなた、もういない。あなた、なった、いつなった？あ、同じやわ。ものすごく痛かった。死ぬかと思ったやろ。本当に死ぬかと思います。本当に死ぬかとやっぱ思うよ。渋谷の東急の階段のところで、あ、俺の話ですけど、いや、話して話して、突然痛くなって、その時、緑のアフロだったんですけど、緑のアフロヘアって自分が階段でうなってたんで、誰も助けてくれなかった。奇妙やもんな。でも多分俺でも声かけなかった。いや本当に我慢絶対しないでください。本当に尿管結石は本当に痛いんですよ。死ぬほど痛いです。気絶するぐらい痛いんですよ本当に。で今年になって、去年初めてなんで、今年3週間ぐらい前になって、もうなかなか気をつけてもなるんですけど、気をつける方法はたくさん水を飲んで、で我慢せずに頻繁におしまいということ。男の方がなりやすいよね。どうなのかな、どうか。あ、女の友達でもなった人もおるよ。夏場がやっぱり水分がなくなってなる。ちょっと便乗してトイレに行こうとしよう。あ、寝てる。皆さんも行ってください。本当に痛い。次の曲は俺のリクエストがあるんです。あ、そうです。ロバート・ワイヤットで。俺、すごいカンタベリー系のオルガンとか音楽好きで、ソフトマシンが大好きなんですよ。で辻がロバート・ワイヤットを歌ったら絶対いいなって言って、このセッションの最初にリハにやった曲は次の曲なんですけど、マッチングボールのびっくりモグラっていうやつの1曲目やつ、アルバム。でもあのアルバムのいい曲あれだけやろ。そう、1曲目やつ。あとはなんか全部フリージャズみたいな。うん、でもあれもすごいいいよ。あ、すごいいい。もしカンタベリー系が好きな人いたら、あのデーブ・スチュアートとバーバラ・ラスキンが9月に来日するんで、ぜひ行ってあげてください。どこの子、キャラバン。キャラバン、エッグ、エッグ、ハットフィールズ、ナショナルヘルス、ブラフォード。ブラフォードもすごいいいキーボード。でもこの曲のコード進行とオーシャンゼルゼを似てる。たまに一緒だねんな。キー一緒やしな。似てる。
30分ぐらいの間、あいつ失礼、あの男店員が、
まあ何人か男の店員で、いつもその女の子は誰かと話をしてる、うん、ほとんど仕事してないで、なんであんなこと許されるんかなと思って、でもそれは店長があることが好きなんや、そうそうだから誰も怒る人もおらんで、俺と竹ちゃんの辻の共通の意見は、その子の二の腕がめちゃめちゃぷにゅぷにゅしてそうでよかったなっていう気持ちよかったな。I love you see あ、彼、ナイスリーナイスやったっけ、ナイス、なんだっけ、ナイスリーナイスっていうバンドやってるあの人なんですよ。で、彼はね、ビーザーボイスっていう2人組、同じ2人組ちょっと今度 CD 交換してマイクロスター、んマイクロスター、マイクロスター、今マイクロスターなの、あ、2人はマイクロスター、1人の時はナイスリーナイス、僕も2つやってる、こういうことを感じたことない、自分が録音したものを聞いた時に、録音はすごい貴重なあれやんか、最後までいつも残るからきっちりいいように入れたいと思うやろ、できっちり入れすぎてテンションが高い録音をしてしまって、後で自分がすごいリラックスした時に家で聞いた時にテンションが違いすぎて、本当は家でダラッとしてあのたくさんの人が音楽を聴くじゃん、でも自分の作った音楽が結構テンションが高くて聴こうと思って聴く音楽にしかならなかった時あるの、そういう経験、我々の CG の時、CG の時の時はすごいそういう経験があって、自分がすごいもう眠たいけど寝る時に聴きたいなとか、そういう録音をすごいしたかった、それでいろいろ考えて、でそれはもう自分が本当に寝るテンションの時に録音せんかったら、それは絶対そんなもんは録音でいいそういう結果に、その結論に至って、だからその大きめで あくびを入れてみたら、本当に30分ぐらいこう静かに暗くして、それで深呼吸して、本当にあ気持ちいいあくびが出るまでこうで、それ録音してたりとか、でこうしばらく10分とか15分こう横に寝転んで、本当に眠たくなった時に回してだから今もかなりテンションすごく緩いんですけど、もう他人同士じゃないぜ、こんな胸の思い、でもこれはテンションが高い時には下手くそで恥ずかしいなと思うんだけど、こういうテンションで そういう気持ちで歌ったら、あるって聞いたら自分で聞いてもすごい気持ちいいいうことを発見したいの。だから本当に今やってるこんな1曲と1曲の間が15分とかあるライブは非常に申し訳ないし、あのまあ悪いなとは思ってるんだけど、だけど Y が体験してほしいのは真夜中 あのお互いの今だから思い出せる話だから、こうあそう真夜中で、ただ学生の時に友達のとこ泊まりに行って2時や3時までベロベロ話しとって、そういえばって話はボロボロ出てくることない、いわゆるその2時や3時まで初めて時を過ごして正直な話ができる、でそれがやりたいわけ、我はテンションが高くない我のもうああもうこれからもう寝ても寝るみたいな時の歌を聴いてもらいたいなと思ってた、今もそう思う、分かる、分かってない、だから我今まで友達のライブとか行ってもやっぱりそういうところが退屈するのよ、もうどっかで見た感じは見たことないよな、ライブ見たどう、今日は皆さん見たことないライブ見てる気してるどう思う、いいか、うん、あ、こう、うん、不思議な、うん、不思議いうか、あ、嫌な感じがなかったらすごい幸いなんですけど、もし、あ、もっとこういう風にやったら自分たちの気持ちよく聞けるっていうのはあったら、まあ、ぜひ教えてください。わいはすごいこうリラックスして聴いてもらえるやつがしたいんです。でもそのバランスがうまく
なかなか行かないんですよ。でもその略すとはすごい真剣にやるんですな。うん、それは真剣にやってるんやけど、さ、見てる人がそこのが難しいとか、ね、すごい難しい、うん、楽しめるのとだるくなるのとすごいバランスの中が取れんで、釣りと俺とちょっとニール・ヤングブームやったもんね、あの夜ね、うん、あいつ歌下手みたいけどめちゃめちゃうまいなみたいな。うまい、ニール・ヤングうまいよね。 CSNY とか全員なんか歌ってきとうやねん。ニール・ヤングすっごいもん、あ、ほんま、ニュー・ヤング、クロスビス・リス・ナッシュ・アンド・ヤングとか、ナッシュ・アンド・ヤングみたいな、あれは、もちろん、まあ、デジャブとかさえ、うん、もう本当にこう、リラックスしてなんかこんな声だよね、ああ、じゃあ、俺が、みたいな、そう、そう、ゆるい、すげえリラックスして、寝そうな感じみたいな感じの声、うん、どうするさ、やる、やる、難しい曲が残ったなじゃあ最後にブルーミングという曲を聴いてください。Thank you.
CD を6月ももう終わるけれど作る準備をして7月から年末ぐらいまで半年が集中してやって、まあ、どこまで完成するかわからないけれど、で半年後ぐらい、ね、年末のクリスマスの前ぐらいにもう一回コンサートしたいなと思っていて、で、まあ、どういう形でやるかはまだ決まってません。でいろいろ今日のまあ、ビデオとか見たりとか、もっとこうやったら良くなるなっていうのを考えてやりますので、またぜひぜひ見に来てください。最後もう一回オーシャンゼルズやろうよ。本当に、うん、みんな歌ってくれる？聞いてた。ええんじゃねえもん。いや、もう一回飲みてんじゃねえもん。オーシャンゼルズやって、思いっきり飲む。ほんま楽しかったよ、なんかさっきあの曲やってる。でも聞きたいと思うとどうかわからん。聞きたい。あ、じゃあやらせてもらうことにして、今日、エンジニアしてくれた、大輔くん、ありがとう。改めて気流の今日はありがとう、気流の A ちゃん、 A ちゃんありがとうね、ありあ今日ありがとう。A ちゃんさっきね、外で進んでる時に文明さんすいません、やっぱりバタフライのあそこは出られませんでしたって言ってすごい謝ってたよ。いや、ダンダダン。ああ、でも何回かやるうちによくなるな、エンディング。
またビデオとか見て、うん、みんな大声で歌ってくれたら、いいか、ライブは何回もやらんかったら絶対うまくなる。録音は何テイクも撮れるからいいテイクが残せるっていうのはもちろんだけど、すごい今日はいいアマチュアバンドの演奏を皆さん聴いて参考になればなと思います。俺が出ていい、聞かれる文明さんが出てほしい。OK。